はい。シュプリムプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週はバンズの新作スニーカー発売となりました。シュプリム23年 SS シーズンのウィーク15ですね。バンズの1ドル主平を落とし込んだデザインのスケートクロスミットとエラーが発売となりました。 えー、グロソミットの方が人気になりましたね。ピンクカラーが特に一番早くソールドアウトになったと。えー、エラーは少しゆっくりめにソールドアウトになりました。現在では全部ソールドアウトになっていると。それから、レギュラーアイテム。今週はレギュラーアイテム、いろいろ注目のアイテムありましたね。まずはアンブロのあのラック。これ発売になりました。そして、今週一番人気だった、一番注目だったアイテム、このカートコバーのセーターですね。これが。 一番人気のアイテムになりました。そしてデニムのシャツとバギージーンズは黄色が人気になったと。そしてマガジン SS シャツも発売になりましたね、えー。プレビュー公開時から非常に話題だったアイテム。マガジン SS シャツやキャンプキャップ出ました。そしてキャップ類はレーシングシックスパネルや、えー、ブリムクラッシャー。その辺が発売になりましたし、えー、ジャガー出ましたね。ポーセリンジャガー。ジャガーの置物。そしてタオルなど。完売になっているアイテム、今週多いですね。 えなのでプレーについてるアイテムきっとあるでしょうね果たしてどうなのか楽しみですねはいこちらはプリンプラスの YouTube チャンネルですまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします、えー、ということで早速プレーネチェックやっていきたいと思います今週はバンズの新作スニーカーが発売となったと いうところでバンズを見る前にじゃあレギュラーアイテムから先に見ていこうかな、えー、まずはアンブロー、デとアノラック多分でもバンズどうなんだろうねでもバンズの前にアンブローのアノラックからチェックしていきたいと思いますレギュラーアイテムから見ていきたいと思いますいつも通りメルカリ、ラクマ、えー、それからスニーダンなどフリマサイトを中心にチェックしていきたいとはいこれ定価4万2900円あ一1個売れてるね このホワイトが人気でしたね。全然出てないな。アンブロガーのラック。42,900円。ああ、でも多少高くはなってんだね。58,600万,万。うん。まあ多少高くなってるけど、結構サンプル数が少なめと。えー、そしてカートコバンセーター。これがやっぱり今週一番注目だったアイテム。もういきなり見ちゃおう。カートコバンセーター。 定価29,800円です。お出てるね、これ。5万3,000円。あ、5万。5万4,000。4999。ギリギリを攻めてくるけど、5万だね。4九それから5万1,000とか、5万8,000。セルですけど、セルとかは結構高くなりがちですね。えぇ、ー、5万5,000ぐらいまであるんだね。十分ね。すごい。ってことは、2万5,000円 3万円と考えても2万5千円ぐらいプラスプレミアムがついてるというような状況。カーコ小ンセーター。でも結構出てるね。今、メルカリ見ましたけど、結構出てる。ちょっとラクマの方も一応チェックしてみようか。結構出てるっぽいな、こっちも。カーコ小ンセーター。400件。うーん、全部が全部シプレームのやつじゃないでしょうけど。 えやっぱりでも5万前後やっぱり2万5 0円から3万円近くまで5万5千円っていうのもありますねやっぱねすごいでもやっぱ出てるすごいいっぱい出てるえトレードマークのジャガードデニムシャツとバギージーンズトレードマークジャガードトレードマーク一気に見たいね黄色だけだからね多分プレってんのはシュプリームトレードマーク 売れてるかどうかかどわんないけど黄色だけはソールアウトにはなっていると。あ、バギージーンズ出てますけどね。まあ、売り切れにはな、売れてはいないですね。黄色のバギーと結構早かったですね。売り切れになるの。出てはないと。こっちは出てないね。なので、まあ、黄色のバギージーンズ、結構人気になりましたけれども。 えー、リセールではプレネっていう感じではないと。マガジン SS シャツ。さあ、マガジン SS シャツも見たいと。24,200円の定価。お、これも出てるね。あ、こっちは、あ、でも32,500円。あ、もの、このモノトーンから、え、グレーの方が、 リセールだとなんか売れてるような感じ。あ、でもそうでもないか。売れてるか。3万円ぐらいか。ってことは5千円ぐらいだね。こっちはあまりプレミアムって感じではなさそうですね。XXL っていう、という、デカデカサイズは結構高くなってますけど。えー、3万円前後ですね。これ見るとね。まあ、グレーもマルチカラーも同じぐらい。3万円。ってことは5千円ぐらいか。5 6,、6千えー、そしてマガジン、キャンプキャップ。 これも結構人気になりましたね。マガジンキャンプキャップ。マガジンキャプ。あ、これもまあ9350円なのでまあ2000円ぐらいですかね。プレミアムちょ,ちょろっとついてるよと。23000。1万2800円もありますね。売れてるのがね、えー。レーシングシックスパネル。これはね、アメリカで販売中止になったアイテムですね。ちょっと権利問題で。 問題があったんでしょうねきっとねアルファロメオのロゴであるとか、えー、フェラーリのロゴであるとかをもじってるとパロってるというアイテム、えー、価格は8800円ちょっと12000円しかし結構出てるねしかし12800円これでもすごくいいアイテムですよねそれなりに12000円ぐらいでは売れてるということなんで3000円ぐらい ビプレになってますね、えー。ブリムクラッシャー。ブリムクラッシャーだけ出るかな。クラッシャーとも人気になりました。おあ結構高い。こっちは結構高いな。9900円 ?14000、15000近いね。5000円くらいまであると。プラスが、プレネが。いう感じ あ、でもまあ、売れ、あんまり売れてないな。出てはいるけど。ブリムクラッシャーうん。そうね。あんまり売れじゃないですね。1個売れてるっていう感じで。えー、レーシングシックスマネルのが、なんかリセールだと結構売れてるような感じがしましたね。さあ、これ見よう。ポーズリンジャガー。 定価27万5千円でソールダーになっていると。ジャガー買ったって人、えぇ、ー、シュプリンプラスのチャンネルでも結構いらっしゃいましたけれども、何人かね、いらっしゃいましたけど、<laughs> 99万9999円。49 99, 万9999円。すごい値段で。定価27万5千円です。まあ、 出てるけど、まあ、売れはしないかな、この値段だと。27万5000円でもやっぱりね、買うのやっぱ躊躇する人が多いっていうような状況ですから、まあ、買える人はやっぱりあの、この値段で買える人も、まあ、はあのオンラインストアで多分買ってると思うんであの、なかなかリセールだと厳しいかもしれないですね。50。えー、どうなるロゴタオル これもグリーン人気になりましたね。グリーン結構人気になっていたと。トーナルロゴタオル。さあ。おあ、1万9800円。あ、結構今週はあれだな。レッドは2万。えー。ということで今週はちょろちょろっと、えー、プレネついてるの多いですね。5000円ぐらいプレミアムついてると。ナイフは売り切れになってないので省略したいと思います。えー、そしてバンズ。 バンズはダラーエラー定価1万3200円この定価の安さが嬉しいですよねバンズはね1万5550円のまあリプレイぐらいですかね1万56000円というような感じで3000円ぐらいのプレネがちょろっとついてるよというエラーそしてグロソミート クロスミットは色によってちょっと違うかなもしかしたら。てか15,400円です。おうおう結構高く出てるね。3万6,000って。出てるのは、あ、でも二万、うん、えー、売れてるので見ると、やっぱ2万円いかないぐらいかな。ピンクはやっぱちょっと高いですね。229。US9 で229で売れてると。2万3,000ぐらいで。 ええー、まあ2万円前後、場合によっては2万円強ぐらいで売れてるといったような感じですかね。ということは、2万2000で売れたとして7000円ぐらい。まあ5、6000っていう感じなのかなあ、靴ですね。顔あ、すごく綺麗ですね。えー、えー、1万7500円。 売れてるところで見ると、これがグリルのみ。まあ大体2万円ぐらいなのかな。あんまり売れてないな。ラクマだとあんまり売れてないですね。メルカリだと結構。えー、ということで、まあ、2万円前後に。 いいいるととうころで5000円ぐらいで5000らすかね、えー、今週はやっぱりカート・コ・バーンのセーターが一番でしたね。えー、うまくすれば5万5 0 0 0円とか、そのぐらいで売れ取引されているというところで3万3万円まではいかないけど2万5 0 0円ぐらい、えー、プレネがついているというような状況になっておりました。ということで今週は結構プレネついているのアイテム多かったですね。ちょ,ちょろちょろとついているアイテムが多かったという。 ウィーク15、レギュラーアイテム非常に注目のアイテム多かった週ですけれどもプレイチェックやってまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。